香港チャンネル。質問が来ております。X の方で、ポストを見たんですけども、良い高齢者は頑張ってもっと仕事をしてほしい、悪い高齢者は何もせず趣味に生きてほしい、普通の高齢者はそれなりに仕事もして心豊かに生きてほしい、しかし全ての高齢者が延命治療を望まないと宣言してほしい、これで孫の世代の生活は少しは良くなります、というポストなんですけども、香港さんどう思いますか、というところで、まあね、ポストを皆さんがつぶやいたらええっていうことで、俺はうまいこと言うてはんなと。いい高齢者は頑張ってもっと仕事してほしい、悪い高齢者は何も せず趣味をして生きてほしいと、普通の高齢者はそれなりに仕事もして心豊かに生きてほしいとね、全ての高齢者、しかしですよ、全ての高齢者が延命治療を望んだらね、どうないなんねんっていうところで、ね、望まないと宣言してほしい、これで孫の世代って言うて、まあね、この社会保障、医療を、ね、健康保険の医療費もね、莫大な金になってきてるというところで、それはほんまに延命治療っていうのは本人にとってええのか、そして、家族ですかね、家族にとっていいのかというところなんですけども、自然な流れで、人はこのお亡くになるというね、この人間生まれて、全うしましたと、ね、悔いは残るかも分かれへんけども全うするというところ、これね、この間学園でも喋ってたんですが、人間はね、生まれてきて形あるもんは必ずなくなる、壊れてしまう、そして人間は死んでしまうような話、させていただきましたけども、させていただいたんかって、いうところでね、ほんで、まだまだ生きたいと思ってるのはこれ、今の感覚でね、この言うてしまうと、でもその時ね、我々が70、80、そして病気で横たわってて言うて思ってる時にその感じで折れるかって言ったらそうじゃないと、その時になったらそういうふうにこの自分の気持ち、心構えっていうのはもうできてくるのちゃうかなとか思うので、ね、この俺も親父が入院長いことしてたんで、晩年はもうホース管が通っててっていうところ、まだマシな方だったんですけども、まあ老衰という形で、亡くなりましたけども、最後は肺炎ですけどね、これはもうね、よそから入ってくるね、お見舞いで来る方が菌を持ってるとか、いうウイルスを持ってるとか、いうお話も聞きますけども、まあそれはそれで仕方がないかなとか思うところなんですよね。現に人間としてね、10代20代30代40代50代60代、ね、だ50代と60代が違うと、今60やけども、だ60代から70代になったら体の動きも違う、景色も変わってくるっていうところで、70代の楽しみ方はあるかも分からへん、まだ働けんねやったら働いてもかめへんと思う気持ちもありますけども、でこれが80代だったらもっと動かれへん、ほんだこれが邪魔なってんのちゃうかっていうところで、ね、世間ではね、老害とか、そこで、いらんこと言うたり、年いったら、ね、気が長くなるっていう風に、ね、イメージありますけど、短期になるという方々もいてるし、俺も短期になっていくんちゃうかなとか思うし、で老害があったら老益っていうのもあるかもがね、年寄りやから、それは知恵とか知識があんねやったらこうした方がいいよとか、それが会長職になったりとかね、顧問になったりとかする生き方もあると思うんで、それがね、いい高齢者は頑張ってもっと仕事、ほんで悪い高齢者はね、老害がある人はほんまに趣味で
生きてほしい。でもその趣味のところでもなんか揉めたりもするかも分かれへんしと。もう人間って言うたら、動きや何かが起こるっていうね、一歩間違うたらね、風に一歩間違うたら悪い風にって、なのが常ちゃうかなとか思うし、で延命治療は望まないっていうのはね、全てのってこれね、こう願う方が、ね、若い人現役世代がそれを言うたら反感買うかも分からんけども、俺はあの延命治療は望めへんよと。それは家族に負担かかるというのと、そして自分がね、ご飯食べられへんのに、生かしてもらってるって、若い目やったらまだ分かりますよ。若い回復したらまた世の中でね、この駒となり歯車となって、社会の中で何かできるのではないかなとか思うけども、ただ家族にとって経済的、これかって言うたらね、語弊があるかしら、経済的って言うたらいいんでしょ、経済的に、そういうのがあったらまた違ってくんのちゃうかなって、負担がかかるじゃないですか。だからその辺だったらどうなんっていうところで、俺はもう本当に延命治療っていうのはね、海外ね、どこやったらこの間 ある方に聞いた、スウェーデンの方とかではその延命治療っていうのはね、しないというところで、なぜかというと自分で、判断で自分でスープが飲めない方、自分で、この生きていくすべて自分で、骨折してたら話はちゃうねんけどもね、あの自分で、この口に物を運ばれへん、自分で、噛んで、ね、胃に物を、食道から胃に物を落とされへんっていう方々っていうのは、やっぱりこれはあのだからそこに栄養補給やって言って点滴でって言って延命だから、スウェーデンとか自分で、スープが飲めないとか、この食ができないってなったらもうそういう風なもね与えるけども自分で食べられへんって、だからって言って点滴をするわけではない風にっていう風なことは聞きましたけども、まあそういう風なことが、喉が最近シワになってきたらやっぱり年は喉にきますね。はい、まあ、そういうところでございます。こうやったらええらしいけども話ボンボン、だからそういうふうに考えたら、俺はもう本当に自然と、人っていうのは生まれてきた時も自然じゃないですか、で亡くなる時も病気になる時も自然にね、必要以上はせんでいいんちゃうかなって言ってることちゃうかなとか思うので、俺は個人的には延命治療は望みませんというところでございますね。管とか通してるのは、家族がね、その人と別れてない、別れたくないっていう、ね、エゴ感も分かるし、ね、一方的な、ね、愛っていうよう、愛っていうエゴかも分からんと。でもエゴとは思ってないんですよ。本当に、一日でも長く親父、お母ちゃんとか思ってると思うんですけども、そこのところは家族でね、この死生観っていうのをね、これっていうのも教育でね、常日頃話してるのもいいんちゃうかなと思いますけど、まあ、そういうところでね、命っていうのは大切、大切だけどもね、この人生80年100年と言われてる時代で、本当に病気になって高齢になって、自分で、物が食べれないってなった時には自然とお迎えがもう来てるというふうに思う方がいいんではないかなと思います。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければ、また私も励みになりますのでよろしくお願いします。香港からのお知らせでした。